岡市民体育館です。ワールドカップ854日目は北海道から舞台を九州福岡に移して、注目の一戦、前回優勝の中国とヨーロッパ代表ソビエトの一戦が行われます。おなじみの荒木田裕子さんの解説でお送りいたします。すでに両チームコートに散っておりますが、荒木田さん、優勝への鍵を握る大事な一戦になりそうですね。そうですね、世界一の中国に対してソ連がどれだけ自分たちの持ち味を出せるか、それが今日の見どころですね。そうですね、はい、ソビエトのサーブで試合が始まりましたが、それでは中国のスターティングメンバーをご紹介しておきます。サーブオーダー順に8番京栄、11番ペイビシュ、10番楊行君、1番道宝、6番王シャフラン、2番梁炎であります。一方のソビエトは1番オリエンコ、2番サクローノワ、9番カチャロワ、11番チェブウキナ、12番クリボシェーワ、そして6番のシドレンコであります。サーブ権が中国に移りまして、テイビシの落ちるサーブであります。これはいいサーブ、ダイレクト、おっと、これは中国のポイントであります。やはり一つのポイントとしてですね、ソビエトのやはりサーブレシーブですよね。そうなんですね、今もちょっと崩れましたですね。またブロックにかかりました。ポイント中国で2対0であります。まあ、ソ連はですね、はい、キューバ戦でもサーブレシーブでやられたようなもんですからね。まあ、中国を破る一番手としてこのソビエトが挙げられておりましたが、キューバにいっぱい予期しておりますが、高いこれはスパイクであります。11番のチェブウキナであります。ご覧のこのチェブウキナがソビエトのポイントゲッターであります。ちょっとこの大会このチェブウキナが不調ですね。そうですね、やっぱりクリボシェーワのトスがですね、ちょっと調子が悪いということもあるんじゃないでしょうかね。ああ、そうですか、はい、うん、これは打ち切れません。9番のカチャロワ、まあ、試合の出足っていう、まあ、出足がちょっと今のところ大切なんですけれども、ちょっとソ連の選手硬くなってますね。ああ、そうですか、はい、とにかく平均身長が 1m82.5cm という超大型チームであります。さあ、今度はフィットショッカーに入りました。カチャロワのスパイク、これはノータッチであります。ポイント中国で3対0になりました。しかもサーブのいい10番の楊行君、ちょっとカチャロワ選手体が重そうですね。ああ、そうですね、はい、膝を痛めているという話もありますが、チェブウキナのキックであります。20歳のチェブウキナ、ご存知のように動きが大変俊敏です。 1m88cm あります。サーバーはカチャロワ、これはいいサーブです。うーん、しかしこれいいトスにしました。しかしサンスボールはソビエト、ラリーオープンから6番のシドレンコ、よく拾いました。ローヘイ、さあ、そしてローヘイのフェイント拾っています。さあ、もう一遍シドレンコ、ラリーオープンからローヘイ、今度は強打ブロック、よく両縁がフォローしています。もう一遍ローヘイのクロス、決まります。あ、いや、アウト、アウトです。いや、惜しかったです ね、 そうですね、今のはアウトでしたけれども、はい、なかなかあそこに打てる選手はいませんよ。いや、そうですね、はい、ようやくソビエトのワンポイントを返しました。1対3であります。さあ、今度はライトに回ってローヘイですが、よくフォローしています。ダンスボールは中国です。うん、両縁のうまい攻撃、おなじみの両縁です。24歳になりました。ご覧のように、もうこれはもうトレードマークになりました。慢性の右肘痛で赤いサポートやってますね。そうですね。さあ、現在3対1あります。シドレンコ、よく拾いました。ローヘイ、さあ、そして競泳ですが、これはネットを起こしません。まあ、今までですね、はい、ソ連のチームはあんまり調子良くなかったんですけれども、今日はやっぱり今のところ気合が入ってますね。ああ、そうですね、特にサーブレシーブ悪いと言われてきましたけど、今日はサーブレシーブの要のサクローノが入ってますね。さあ、今度は両縁の移動攻撃が決まりました。黒いバラというニックネームがあります。陽気でチームの人気者であります。両縁が決めましてサイドアウト。さあ、転攻撃、これはチャンスボールになりました。中国、さあ、これは縦のリークイックが決まりました。両縁のスパイク決まってポイント中国4対1。うまいですね、うまいですね、はい、それでこういう可愛い顔してああいう攻撃されると、なんかもう憎たらしいという気持ちもなくなっちゃいますね。そうですね、はい、あっと落ちるサーブ、やはりソビエトはサーブレシーブがちょっと乱れていますが、さあ、ライトからテイビシュ、ワンタッチを取りました。ポイント中国5対1。ここで早くもソビエトはタイムアウトを取りました。1m74cm であります。23歳のテイビシュ、
うん、今度はフェイク、あっとブロック、よくフォローしています両縁のブロックですが、さあチャンスボール中国、さあ今度はレフトから京栄、今日はちょっと京栄のスパイクが決まりません。シドレンコよく持っています。ローヘイ切り返してクイック、ああこれはタッチネットがありました。はい、オギエンコ、今のもオギエンコタッチネットなんですけれども、はい、あれも結局原因というのはクリボシエバのトスが低すぎるんですよね。なるほどね、はい、だから打ち切れなくてネットに触っちゃうんですね。この今セッターのクリボシエバの話が出ましたけれども、フィードアに代わりまして今年のジャパンカップから正セッターになっております。強烈なブロックが出ました。8対1、これで5ポイント連してやります中国、ライト攻撃、これはオミエンコのライト攻撃アウト、ポイント中国で9対1になりました。さてこのクリボシエワですけれど、荒木田さんがどうご覧になりますか。私はですね、はい、今までは彼女非常に丁寧にいいトス上げてたんですね、だから、まあ、キリロワに、まあ、劣らない選手だと思ったんですけども、このところもうずっとトスの、まあ、調子が悪いですね。あ、そうですね、はい、もうとにかくセッターはムルダ公安以来ですね、はい、ソビエトはなかなかこういいセッターが育ってこないということを言われてますけれども、そうなんですね、やっぱりこれだけクリボシエワが調子悪いとパトキン監督もキリロワがいてくれたらと思ってるんじゃないでしょうかね。あ、なるほどね、はい、ここで今競泳のスパイクも決まりましたが、その前に2番のサフローナーにタッチネットがありました。そしてサーバーは両円でやります。1メートル74センチ、フィック、1番のウィエンコが決めました。昨日までのスパイク決定率が第8位で 49.15% であります。ご覧のこのウィエンコのフィックです。サーバーシドレンコ、これはセッターに入りませんでした。4秒間ブロックアウト、1メートル81センチの4秒間。さあここでメンバーチェンジであります。シドレンコに代わりまして10番のシャコバロワを入れました。ソレムは今日はですね、はい、大変ですね。というのはボルコは、まあ、レギュラースタメン、いつもスタメンで活躍するボルコア選手が出ていない、その代わりにシドレンコが入りましたけど、まあ、今一つですからね。まあ、そうですね、はい、その代わった今シャコバロワがいいサーブレシーブしましたですね。そうですね、さあサイドアウト、サーバーは1番のオギエンコ、前衛にチェビューキが上がってきています。ソビエト、ローヘイです。荒木さん、なんかこう幅が一段と出てきたって感じがしますが、どうですかこのローヘイのスパイクは。今のスパイクやっぱり高さ、まあ、ブロック高さがありますよね。ソ連の方は、はい、それを意識してもありますけど、なんかコースを狙って打ってるみたいですね。そうですね、はい、さあ今度はローヘイのまた強打が出ました。ポイントソビエトで10対1であります。さあ見てみましょう、上ですか。そうですね、高いですね、高いですね世界一のアタッカーでヒット、これもちょっとトスが乱れました。これではちょっとチェブーキが打てません。ここでまた2回目のタイムアウトをソビエトが取りました。はい、ソ連のチームというのは、まあ、攻撃型ですけれども、それを支えているのが陰でサーブレシーブ、それからブロックフォロー、それで支えているのが彼女サフローナーなんですよ。はい、ようやく2点目が入りました。ソビエト今度はフェイントをうまく落としました。ローヘイ、もうとにかく何でもやりますね。そうですね、強打あり、コースを見て打つ、それからフェイント、もうやっぱり世界一ですね。いや本当ですね、はい、さあそしてサーブの両行組であります。今度はセッターに戻りました。平行としたらフェイント、これはチャンスボールになりました。中国のチャンスであります。さあそしてローヘイですが、これはブロックに引っ掛けています。チェブーキがブロック、よくフォローした。セッターのクリボシエワですが、またブロックしています。チェブーキが、レフトからチェブーキナ、ようやく決まりました。20歳のチェブーキナ、ちょっとやはりこのチェブーキナも風で体調を壊しているんだそうですが、そうですね、はい、ジャンプにもちょっと高さがないし、スパイクにもまだ切れ味がそんなに良くないですね。あ、そうですか、はい、ここでまたシドレンコがご覧のように戻りました。ここで9番のカチャロワのサービスが出ました。ご覧のこれがカチャロワであります。18歳、今年デビューいたしました期待のホープであります。
ました。サーブ権が中国に移ってローヘイのサーブですが、シドレンコのクロスは入りました。この選手はしかしなかなかパワーがありますね。そうですね。ポイントしてもニコリともしませんね。まあ、本当ですね、はい。今年からナショナルチームに入っております。19歳のシドレンコ。これはまたサービス。これで2本目であります。ソビエトのサービスは2つ目。サーブ権が中国に移りました。サーバーは6番のヨウ・シャクラン。伸びるサーブです。シドレンコのストレートが決まりました。この選手は荒木さん19歳ですけれども、はい、どうですか、はい、これからが期待の選手ですね。あ、はい、やっぱり次のボルコワ選手でしょうかね。あ、なるほどね、はい、今日はそういえばボルコワがスターティングメンバーから出てきておりませんが、これは早いシークイック。2番のリョウヤン、81年のワールドカップ、82年の世界選手権、そして昨年のロサンゼルスオリンピックを経験しております。リョウヤンです。あっとサービスちょっと釘をかしげています。余裕ですね、余裕ですね、はい、この選手はいつも笑顔を絶やしません。サイドアウト、ソビエトにサーブ権が移りました。サーバーシドレンコ、いいサービス、ダイレクト9番のカタラのダイレクトスパイクが決まりました。今のは初めてのサーブレシーブミスじゃないですか。あ、そうですね、中国はしかし本当にミスの少ないチームです。そうですね、ドレンコのサーブ、今度はセッターに戻りました。さあ、そして時間差は東映です。これはアウト、東映のスパイク決まりました。得点が現在11対3、大きく中国がリードしています。サーバーはそして京栄、前衛に老兵が上がってきています。またミス、ちょっと気の緩みが出てますね。ああ、そうですか、はい、珍しいです ね、このセット2つ目のサービスでやります。さあ、そしてウニェンコのサーブ、今度はセッターに戻りました。時間差、ヘイビシュダイレクト、おっとこれはちょっとヨウ・ヨウ君が慌てました。11対4になりました。4対11であります。ウニェンコのサーブ、今度はピック、これを引きました。さあ、ライトからカサラバでやりますが拾っています。左オープンからローヘイのフェイント決まりました。このセット、荒木さん、いいフェイント決めましたね。そうですね、よく見てますね。よく見てますね、はい、ソ連もフェイントしてますけれども、ソ連のフェイントというのはもうスパイク打てないからフェイントにしてるんです。ただ中国はスパイクできる余裕を持ったフェイントですからね。あ、そうですか、はい、今度は先ほどのあのうまいプレーであります。息子は中央体育大学の学生であります。1979年にナショナルチームに入っております。先ほどは25歳になりました。一昨年結婚をしておりますのサクローナのサーブ、さあどうかですか。サクローナがよく上げました。さあ2段とそうカチャロワ、あー、できません。普段でしたらね、カチャロワ選手ああいうボールはですね、もう思い切り打つんですけどね、ちょっと右膝に痛めてるんですか、荒木さん。そうですか、やっぱりそうするとジャンプの時にかばう、まあかばってるんでしょうかね。あ、そうですね、右手首の方はだいぶ良くなりました。おっとブロック、これは入りました。ブロックポイント、これで中国は3つ目のブロックが出ました。12対4です。サーバーはヨウ・ギョウ君、今度は伸びるサーブ、セッターに伸びました。そう、これもちょっと落としが低い。ダイレクト落ちました。リョウエン、左を組んだらシブンキラーですが拾っています。うん、9で打ちます。クリボシエワのスパイクです。これは決まりました。セッターですけれど1m80ありますからね。そうですね、打てるセッターというのはいいですね。そうですね、はい、クリボシェアも左膝をちょっと痛めております。うん、ライトからドルフェですが、これは拾っています。シドレンコ、シドレンコに当たりが出てきましたね。そうですね、はい、ベンチ前ではクミッシュがピッシング運動を行っております。サーバーはカチャロワ、時間差はローヘイ。さあ今度はビークイック、両縁高いブロックであります。さあシドレンコフェイント、これはヘイビシがカバーしています。クイックブロック、6番のシドレックのブロックポイントが出ました。6対12、ここで中国初めての作戦タイムを取りました。4点差、珍しく
ブレシーブが乱れました中国。まあでもここはあのサーブレシーブを楊錫蘭に持っていって同平じゃないですかね。ああそうですか、はい、さあ楊錫蘭からやはり同平に行きました。クロス、これをよく拾いました。オメンコの好プレーからシュルインコ決まりました。ポイントスリエトでやります。いやこれで面白くなってきましたね。そうですね、それはあの若いですからね、はい、はい、乗ったら強いですよ。これでシリエトは5ポイントラインし9対10になりました。さあこれまたチャンスボールはシリエトピックスルーチのピックでやりますが、ライトからローヘイブロック、もう一点ライトからローヘイ、ごめんこの後継アウト、飛び越しエアです。ライトから来て10対10になりました。完全に現在のところリズムはソビエト両エンドスがアウト。1点差になりましたよ。そうですね、ここで2回目のタイムアウトを中国が取りました。中国さんの今年の4月の、ね、ジャパンカップ私今思い出してるんですけれども、そうですね、あのまあ、このセット大セットですけれども、はい、中国はもう簡単に取れると思ったんですね、ところがまあそういうまあ安心感があったもんでサーブのミスが出てしまった。あれからもう中国がソ連が勢いづいてしまいましたね。あそうですね、はい、さてご覧のこれがあの、中国の中央テレビ局のスタッフであります、今日はあの6人のスタッフがアナウンスをしておりまして、アナウンサーの翔さん、それから解説の母さんが、まあ、これも一生懸命放送しております。中国全米の放送ですが、さあ同点になりました。なんと11対1から、1点は12対4になりましたが、その後ついに同点ですが、これはアウト、同点のスパイクアウト、ついに逆転、13対2になりました。どうしたんでしょうかね。どうしたんですかね。サーブレシーブミスが出てますよ、中国の方に、ね、はい、サーバーは依然としてカチャローでやりますが、さあ、時間差はローヘイ、さあ、これは取れません。ようやく攻める点は中国に移りました。そしてサーバーはローヘイでやります。ローヘイもサーブいいですからね。そうですね、でも残念ですね、エースが下がってしまいましたね。あそうですね、はい、さあ、今度はチェブンキナ、サビエトに移りました。サーバーは11番のチェブンキナ、これもちょっと苦しいコースですが、キョウエよく打ちました。はい、よく打ちました。そうですね、今はトスがあのネットついたんですけども、よくストレートを見て打ちましたね。はい、強弱層金徳がもうロスオリンピック以来最も伸びた選手という、そのキョウエのスパイクが決まっていました。サビオープンからストレンコ、これは止まりました。ソビエト笑顔が出てきましたよ。そうですね、あのそれというのもあのシドレンコがですね、途中から当たってきましたからね。ああそうですね、はい、そしてサーバークリボシエワ、そっかにきちっと戻りました。さあライトが強栄ですが、これ拾った、そっかにきちっと戻った。2番のシャフロードがですが、さあ左オープンから今度はテイビシのフェイント、これが決まりました。さすがですね。そうですね、ここでメンバーチェンジであります。両園に代わりまして、コーサーバー4番のコー・ヨクシュが登場いたしました。この選手は本当にサーブがいいですね。あそうですね、はい、この大会でもこれまでサーブの決定率が 12.28% 第3位であります。コー・ヨクシュのサーブですが、いやセッターにきっと戻ってクイック、あっとこれはアウト、オリエンコの速攻アウトであります。同点、13対13同点になりました。さあ攻撃者のサーブ、これもいいサーブレシーブです。ちょっと決めましたオリエンコ。さあここでまたメンバーチェンジ、攻撃者に代わりましてまた両園が入りました。13対13大熱戦であります。ディフェンディングチャンピオンの中国とソビエトの対戦、これはちょっと打てません。さあオリエンコのフェイント、これは返しただけ、おっとチャンスボールがソビエトです。さあどういう攻撃を見せるか、うーんと左手でオリエンコを押していました。
はこれはアウト。はい、明らかに今のはブロックアウトを狙った打ち方ですね。さすがに警備士ですね、はい、今のはあのスパイクではなくブロックにボールをぶつけてそれを右に押して出してるんですね。あ、そうですか、はい、さあ今日は2サーブでいますが今度はフィック1番のオミエンコの速攻が決まりました。13対13からサイドアウトが続いています。サーバーはそのオミエンコ1メートル82センチの選手ですが落ちるサーブ、サービスエース14対13ついにセビアとセットポイントを取りましたがここでメンバーチェンジ。中国は9番のリエン軍を入れました。これはレシーブを固めるわけですね。そうですね、上に変えましてリエン軍を入れました。さあセットポイントです。オミエンコのサーブです。ローヘー、これは決まりました。もうここはローヘーしかないですか。そうですね、もうローヘー、ローヘーで行くべきですね。ああ、そうですね、はい、さあそしてサーバーはテイビシュ、サーブが飛んでるか。コンスローラーソミュー飛んでみました。さあ今日の私を上げてイン、これを拾っています。セビンフィア、タタキン監督の表情もなんか落ち着きませんね。さあこれで2回目のセットポイント。サーバーはサクローノワでやります。ガリオフンからローヘイです。さすがにローヘイ、はい、ここはもうあとはローヘイ、ローヘイ、あとは拾ってつないでローヘイで来るんですね。あ、そうですか、はい、そしてサーブのヨーギョー君でやります。うん、届いてますが、これはテイビスがよく拾って、ローヘイのスパイク。ポイント中国、14対14、同点になりました。ニュースです。うん、サーブで勝った、スパイク速攻です。9番のカトロワ。もうこの辺りは荒木さん、がっぷり四つに組んでるって感じですね。もう体調の悪いソ連なんてもんじゃないですね。ああ、そうですね、はい、サーバーはカチャロワ、いいサーブです。さあローヘイ、これを打てるか、思い切っていきました。さあチェブーキがリバウンドを取った、押し合いになりました。さあ監督、おっと、これは悪い、オーバーネットを取られました。12番のクリオシエワ、クリオシエワの気持ちも分かるんですけどね。ああ、そうですね、はい、さあここで9番のリエン軍が前衛に上がってきましたので8番の京栄が戻りました。さあここでローヘイが後衛に下がりましたね、はい、前衛は京栄と両栄、そしてセッターのヨーシャクランであります。サーバーはローヘイ、後ろサーブチェブーキナ、ここに来てこのチェブーキナ渡ってきましたね。そうですね、ここは中国どこに持っていきますかね。ああ、そうですね、はい、サーバーはチェブーキナ、前衛にオギエンコ、やはり競泳ですが、シドレンコブロック、これをしました。さあもう一遍6番のシドレンコブロックをフォローしています。もう一遍いきます。シドレンコのフェイクプッシュ、フォローしています。オミエンコの好プレー、さあ2番も打てるか、クリボシエは打てませんでした。いや、クリボシエは徹底して今シドレンコ使いましたですね。そうですね、あのシドレンコは当たってるからいいんですよ、どんどん使って。あ、そうですね、先ほどからフェンスをやってますよね、はい、あのコースが悪いんです。あ、そうですか、はい、これはいいサーブです。ダイレクトの中国のチャンスボールから、さあ競泳、今度はクイック、オミエンコの速攻決まりました。またスタインでアウト、見事になる試合になりましたね、はい、サーブ君はクリアと結びまして、サーバーはユーランド、クリボシェーワ、戻りました。うん、時間が止まりました。競泳です。またサイドアウト。ご覧いただきましょう。左の方にプレコンドロー。競泳の時間差攻撃であります。14対14でサイドアウト。サーバーは両円。うん。バリキからシドレンクロスパイクであります。バリキがありますね。バリキありますね。音が違いますね。はい。ですか、モスクワに所属しておりますシドレンコ。さあここでピンチブロッカーを起用します。さあ、はい、サイドオーナーに代わりまして7番のクロスであります。
この選手は1m86cm あります。ちょっとボルクワ選手に似てますね。ああそうですね、はい、フィニッシュを入れました。ブロックを固めています。ソビエト、これは大変大きなブロックになりましたですね。そうです、壁ですね、壁ですね、はい、さあ落ちるいいサーブですが、さあこれを強へ、足の長いスパイクをよく打ちました。やはり今のはですね、高いあの壁ブロックを意識して打ったんですね。あもうとにかくコーナーいっぱいに入りましたですね。さあまたサイドアウト、サーバーは強栄ですが、左を踏んだ、ようやくクリアを置きました。今は1枚ブロックですね。そうですね、あそこはやっぱりカチャロは1枚ブロックをかわしてほしかったですね。さあ中国のセットポイント、強栄のサーブです。フェイントはよく大阪が取った。ヨーヨーフン、さあこれをカチャラでフェイント、あっとその前にタッチネットも中国にありました。カチャラのフェイントも決まっていますが、タッチネットを取られました。サイドアウトでサーバーはウイエンコ、まあソビエトもここまで追い詰めたんですから、何とか取りたいでしょう ね、はい、そうですね。さあ移動攻撃は攻撃となりました。今年の4月のジャパンカップでも第3セット追い詰めながら16対14と逆転で中国が取っております。さあこれで2回目のセットポイント、中国サーバーペービシ、うん、いいサーブです。ダリオークンからカチャロワ拾った、さあローヘイラ、よく上げました。オリエンコの好プレーであります。さあもう1分両円、あっとライトからオーギョーフン拾っています。さあそしてローヘイ、逆転で第1セット16対14で取りました。第1セットは16対14と中国が逆転して取りました。しかしそれにしても大変に見応えのあるセットだったんですね。そうですね、簡単に中国が取るんじゃないかなと思ったんですけどね。なんとソビエトが9ポイントを練習いたしまして逆転しておりますが、ついにまた再度ジュースになって中国が逆転しております。さあ第2セットが始まりましたが、ソビエトの方はこのセット7番のクミッシュを、カチャロワに変えて入れております。1メートルご覧の86センチの選手であります。20歳という若さであります。荒木さん、クミッシュを入れましたね、はい、そうですね、やっぱりブロックの強化という、それからカチャロワ選手もあんまり、まあ、調子良くないですからね。そういうこともあるんじゃないでしょうか、はい、一方中国の方は第2セットスターティングメンバーは第1セットのスターティングメンバーと変わりません。老兵強栄のエース対角、センターはもちろん両園と両行君と、これはサービスエースです。ページ氏のサービスエースがありました。エンドラインギリギリですね。ギリギリですね、はい、ご覧のテービ氏、狙いすぎですね、はい、中国の方は、第一番遼寧省の工場で1ヶ月の合宿をしております。さあ競泳がレシーブしました。感謝は農業君です。北京体育学院の2年生であります。1m81cm。 荒木さん、この農業君はこの1年が本当に伸びましたですね、はい、そうですね、あの上手さが出てきました ね。 ああそうですね、私はもうあの農業君選手大ファンなんですけども。ああそうですか、顔を見るとなんか自分までが、ね、こう笑っちゃうんですよね。ああ、はい、人をすごく楽しくさせる選手ですね。ああそうですね、はい、さあしかしこのセットをスタートメンバーで起用されております。クミッシュがスパイクを決めましてサイドアウト、うん、今度は両者両園の攻撃です。さあ老兵が上げます。左オープンから老兵です。やはり世界の女王の座は動きませんですね、この老兵はね。この老兵、このれだけ高いブロックをね、はい、もう打ち破るんですからね。あそうですね、はい、去年の9月に今の中水泳をやりましてね、はい、ちょっと体重がかなり減ったそうですけれども、今はまたベスト8に戻ってきております。老兵です。サイドアウト、現在1対0、中国がワンポイントリード。第2セットに入っています。サーバーはセッターの12番のクリボシエワ、これは入った。ここに決められては荒木田さん、ちょっとしょうがないでしょうね。そうですね、あの1セット目の後半からちょっと中国のサーブレシーブが乱れてますね。ああそうですか、はい、
さあ1対1の同点になりました。クリボシェワのサーブ、これはアウト。これを狙いすぎました。1メートル80センチのセッターであります。サイドアウト。両者からのサーブでありますが、これを押しています。さあチャンスボール、ご覧いただきましょう。このテービシの時間差、はい、もうブロックが振られてますね。振られてますね、はい、シドレンコ、これはブロックにかけました。タッチアウトを取りました。うまいですね、はい、今のもあのトスが近かったんですね、はい、もうそれを分かっていたからブロックにただあのボールを押して、ね、外に出してる。もうなかなか、ま、こういうプレーというのはできないんですけどね、はい、3対1でありますが、そうこれはブロックはフォローできません。中国のブロックポイント4対1になりました。ご覧のように笑顔が出てまいりました。8番の京栄、1メートル79センチ、遼寧省体育運動学院の生徒であります。82年の世界選手権が、まあ、荒木田さん初のビッグイベントだったわけですけども、はい、こう見てますとなかなかこうなんていうんですか、日本人的なアタックですね。あ、これもちょっとトスが低い。今度は両円のピック、これは拾っています。さあライトから、これは決まりました。6番のシドレンコ、はい、若くなりましたですね。そうですね、もうほとんどの選手がジュニアの世界選手権に出られるような年齢じゃないですか。あ、そうですね、はい、シドレンコが19歳、それからクミッシュが20歳、またウニエンコが20歳であります。さあそのウニエンコが左手で押していました。チャンスボールは中国で、フィッシュはうまいプレーです。しかしソビエトもやはり大型なだけにこのレシーブが問題でしょうね。そうなんですね、まあ、あのブロックがきちんと揃って飛んでくれるとレシーブは割と楽なんですが、やっぱり中国の速攻に振られる時が多いですからね、はい、そうするとどこから来るか分からない情報になってしまうんです。あ、そうですか。あっとこれはブロックポイント、8番の京栄が止めました。ブロックポイントで5対1、ここでソビエトタイムアウトを取りました。ソビエトもなかなかいいサーブ打ちますね、はい。さあ今度はセッターに戻りました。時間差は京栄、今のところ京栄一人にやられてますね。ああそうですね、それで京栄がバックに下がると今度は大エースの老兵が前に出てきました。はい、まあ攻撃手と、まあ、競わせているという感じでありまして、はい、交代でこの攻撃手とそれからこの京栄が出ておりますが、決定率は京栄が大変高いものがありますが、はい、今のは7番のクニッシュです。1メートル86センチ、まあ、2番のサフローノアが小さく見えますけれど、ね、サフローノアも1メートル76半ですよね、はい、まあ、それだけソビエトの各選手が大きいということになります。サーバーはオニエンコとサービス、これでソビエトは1セットに2本、第2セットも2本のサービスでやります。テイビシのサーブ、クミッシュ、これはスタンディングで打ちました。それでも結構打点高いですね、はいですね、はい、さあご覧いただきましょう。あ、若干ジャンプはしてますけれども、はい、とにかく今立って打ったような感じがしました。今日はソ連はですね、レフトの両エース、もうあの力というかスパイクの音が他の選手と違いますね。あ、そうですね、はい、しかしあのベテランのボルコはもう全然今日は使いませんですね、パトキン監督ね、はい、やっぱりあの体調崩してるんですね。あ、そうですね、はい、今度はローヘイがキックを見せました。ローヘイももうあのフィアンセがいるそうでして、27歳の英語の教師だそうです。まあ、あの英語がしたかったら、はい、喋れるんですよね。そうですね、セブーキが押し込みました。そのローヘイのスパイクはセブンスのレシーブアウトです。ポイント中国で6対2。でもどうしてあのソ連の高いブロックであの老兵がどうしてあそこのコースに打てるのか私は分かんないですね。さあサブの両行君でありますが、ライトからアウト、これはクミッシュのスパイクアウト、クロスパイクアウトになりました。
ただこういったところまだちょっと若さですか。はい、やっぱり、まあ、2セット目スタメンから入ってますけど、そんなに試合経験は、まあ、今回出てませんからね、はい、やっぱり緊張してますよ少しは。さあクミシュ、これは軽く返しただけ。サンスボールは中国、左オープンからローヘイ拾っています。ダイレクトリバウンドを取りました。両円もう一本、ローヘイのペイント決まりました。よく見ていますね。本当ですね、はい。まあ、そういえばこのローヘイが1978年のバンコクでのアジア大会で、はい、まあ、国際ヒノキ舞台にデビューしたわけですけど、はい、もうそれから8年経ってるんですよね。世界一の、まあ、アタッカーの座はもう全然揺るがないですね。揺るがないですね、はい、これは大したもんですね。もう強打だけ、強打と高さのスパイクだけではないですからね、はい、もうテクニックの面でも世界一です。そうですね。さあ9対2になりました。チェブーキのスパイクです。チェブーキがもともとセンタープレイヤーなわけですけど、なんかこの試合はレフトで打つケースが多いですね。ここでメンバーチェンジであります。シドレンコに代わりまして、さあベテランの3番の1メートル90センチボルコアが入りました。なんか病み上がりみたいな感じですね。あ、顔色がちょっと悪いですね。あ、そうですね、はい、だいぶ風邪をひいている選手が多いようですが、またローヘイのスパイク決まっています。ただ荒木さんが、はい、ボルコはむしろブロックの方がアタックよりも私好きなんですけど、いいんですよね。さあそのボルコアがサーブレシーブ、ライト攻撃はセブンティアブロック。さあダイレクト、両ヤンのダイレクトスパイク決まりました。10対2であります。ご覧いただきましょう、もうノーブロックです。ローヘイのサーブ、ボルコアやはりここは意地ですね。意地ですね、はい、そうですね。8月の7日今年結婚いたしまして、まだ新婚ほやほやであります。センタープレイヤーの、エースのボルコア。10対2です。ロシャクランカー強栄惜しい。7番のクリスが懸命にレシーブしましたが惜しい。今の強栄の打ち方なんですけどもね、はい、そうですね、クロスながらストレートが、はい、ここで1番のチェブーキナに変わりまして4番のクミダレワを入れました。ダイブソビエトも荒木田さん、メンバー若手を出してきましたですね、はい。さあ10対2、8ポイント差、エビエンクです。ご覧いただきましょう、エビエンクのライトから移動しての攻撃です。ご覧のこのオニエンコは国民経済大学の1年生です。一昨年ナショナルチームに入っております。ムラロチカ、スベルドロフスの所属でやりまして、まあ、どちらかというと努力タイプという選手なんだそうですけどね。そうですね、コツコツとやってるって感じですね。はい、そうですタイプですが、これはダメ。さあボルコア、ヨーヨー君が拾った、高橋ヨーヨー君が返しました。チャンスボールはソビエト、ライトから先ほどはです、ブロック、2番の両円が止めました。ここでまたメンバーチェンジ、ソベートは2番のサフローノワに代わりまして8番のゴルバチュックが入りました。この選手も21歳、今年ナショナルチームに入った選手です。この選手のスパイクはいいんですよ。あ、そうですね、はい、先日のキューバ戦でもね、彼女だけはもうほとんど決まりましたからね。はい、1メートル81センチの選手であります。いいディープキック、いいコですが、これはアウト。やっぱりトスのタイミングが合わないですね。ああ、そうですか、はい、11対2、両円のサーブ、押しるサーブ、ブルコア。さあ、そして競泳、エンドラインいっぱいに入りました、12対2。監督ソビエトタイムアウトでやります。変えますね、クリボシュエワに変えまして13番のキリアーコアを入れました。初登場です。ガラッとメンバーを変えました。ソビエト、12対2、大差がついています。ボルコのサーブですが、そしてヨーヨー君、ブロックアウト。ここで今度は中国
ここもメンバーチェンジであります。京栄に代わりまして9番のリ・エンゲンを入れました。リ・エンゲンというと皆さん思い出しますね、環太平洋のね。そうですね、もう古い顔ですね。古い顔ですね、はい、若い頃からの古い顔です。スモールリーとやられておりました、はい、このリ・エンゲンのサーブです。左奥に上がりました。おっとブロックを捕まえました。テイビスですか。そうですね、1m86cm のクニッシュのスパイクをなんと 1m74cm のテイビシが捕まえました。13対2、今度は時間差、これは決まりました。8番のゴルバチュクです。21歳です。さあご覧いただきましょう、このゴルバチュクの時間差攻撃。さあブロックが降りてからですね、はい、お2回飛んでますね。これはサーブミス。オギエンコはサーブミス。現在13対2、大きくリード。オギエンコはサーブミスが今日多いですね。多いですね、はい、ソビエトはこれで5本ですね、サーブミスがね。ちょっと多すぎますね。多すぎますね、はい、サーブカットが乱れました。センターから返っただけ。チャンスボールは中国。左オープンからローヘイクロス、決まりました。ポイント中国14対2。第2セットセットポイントでやります。テイビシュ、サーバーはテイビシュ。これもいいサーブです。さあ中国チャンス。ロウヘイブロック、ロウヘイを止めました。今止めたのは4番のクンダルワですかね、はい、やはり高いですね。高いですね、はい、クンダルワがブロックで止めました。カラキもセットポイントを逃れましたが14対2と大差がついています。ロウヘイのスパイク、タッチネットがありました。今のはクミッシュですか。そうですね、7番のクミッシュにタッチネットがありました。これで2回目のセットポイントであります。中国サーバーは楊行君。ライトからクミッシュですがブロック、フォローしています。もう1本クミッシュライトから、これはブロックアウトを取りました。この13番のキビアコアのトスアップはどうですか、はい、ちょっとなんか足が遅いなという感じはしますけれども、はい、まあ、あのスパイカーの気持ちを考えたらよく丁寧にトス上げてますね。あ、そうですか、はい。さあクリッシュのサーブはこれはアウト。ここで中国メンバーチェンジ、前衛にリエンゲンが上がってきましたので競泳が戻りました。さあこれで中国は3回目のセットポイントでやります。サーバーはサーブのいいローヘイ。クリッシュがサーブレシーブしてモルコワ拾いました。さあそして競泳、競泳のスパイク決まりました。第2セットは一方的、15対2で中国が取りました。これでセットカウントは2対0と中国がリードであります。第2セットは一方的に中国が取りまして15対2。これでセットカウントは2対0となりまして第3セットですが、ソビエトは随分第3セットスタートメンバー変えてきましたですね。そうですね、セッターはクリボシェを使ってませんね。使ってませんね、はい、13番のキリアーコが入っています。それから4番のクンダルワも入れています、はい、6番のシドレンコも入っています。それからこのセットは最初から3番のボルコワ入れています。これはもしかしたら明日 の、 あの日本戦の、まあ、今まであんまり出ていない選手を使ってみようという、まあ、そういう作戦があるかもしれませんね。あ、そうですか、はい、第3セット始まりましてサーブ権を中国が奪い返していますが、シドレンコのフェイントでやりますが、これは拾っています。さあヨーシャクランが打ちました。返しただけ。左オープンからシドレンコ、ロウヘイのフェイント決まりました。ボルコワが懸命に飛び込みましたがロウヘイのフェイント決まっています。本当によく見てますね。本当よく見てますね、はい、このロウヘイのフェイントったら 100% 決まってますね、はい、ほとんど決まってます。ほとんど決まってますね。ジャンプして上から見てるって感じですね。そうですね、はい、さあ今度はクイック4番のフンダレワ、サーブ権はソビエトに移りました。サーバーはサフローノまでやりますが、とサーブミス。今日はソビエト多いですね。ミスが多いですね。多いですね。これで7本目ですね、はい、サーブであの中国を崩そうとしていることはあると思うんですけれどもね。それにしてもあのソ連は普段はサーブはいいんですけどね。あ、そうですね、ミスが多いですね、はい、あブロック、懸命にゴルカがフォローしました。移動してローエンです。決まりました。
よく打ちましたね。体のバランスがもう取れてなかったですね、今のはね。大橋飛んだこのブロード攻撃ですね。いやエンドラインいっぱいに決まりました。2対0になります。ストレンコがブロックアウト。19歳です。1m84cm、まあ、の最高到達点が 3m15cm、はい、高いですね。高いですね。バスケットリングの、その10センチ上ですからね。あ、そうですね、はい、そのシドレンコのサーブであります。ドーエンよく取りました。サフローナーの好プレー。フンダレオですがブロックにかかっています。無断トスをドーヘイ。ドーヘイのスパイ決まりました。あそこのクロスが抜けるんでしょうね。あ、本当に不思議ですね、はい、ドーヘイのクロスばっかり決められてますから、ソ連はもう少しブロックの位置を考えるべきですね。あ、そうですね、はい、ボルコアラシブロックアウト。81年のワールドカップ、82年の世界選手権と経験しております。もう日本にも 7,8 回は来てみましょう、このボルコア。おお、これは長い腕を伸ばしましてのブロックです。ジャンプしてないですね。ジャンプしてないですね、今ね。ネットからただ手を出したという感じですね。はい。1m90cm で最高到達点が 3m26 というんですから、大変な選手です。2対1になりました。競泳です。これは入ってます。おっと、これは中国にミスがありました。センターから、ウィンコレスが、これは決まりました。ポイント3へと2対2。しかし荒木田さん、第2セットはちょっと一方的になりすぎましたですね。そうですね、やっぱりあれは中国の貫禄勝ちですね。あ、そうですか、はい、やっぱりあの中国は世界一ですから、はい、彼女たちの気持ちのどこかに私たちはどんなにステップも絶対負けやしないと自信あると思うんですよ。あ、それがあの1セット目のああいう結果になり、2セット目は、まあ、ソ連の方が萎縮してしまったというそういう結果じゃないでしょうかね。あ、そうですか、はい。ご覧のこれがトー・ジャクソー監督であります。さあ、このショット2対2からサイドアウト。サーバーはセッターの楊錫蘭。サーブレシーブになるか、これを押しています。ブロックでやります。8番の競泳、逆転しました中国、3対2。おっと、落ちるサーブ。ボルコアレフトから競泳です。これはよく拾いました、シドレンコ。ハンスボールは中国です。今度はタッチ攻撃、切り返してクイックアウゲンコ、決まりました。ちょっとこのウゲンコもあの来日した当初は風邪をひいていて熱を出したんだそうです、はい、でもだんだん良くなってきましたね。良くなってきましたですね、はい、1m82cm。 またサービスがありました。このセットは2本目。サーバーは両円、速攻ですがブロック、ヨーヨー君のブロックが出ました、はい、今のもあの現行に上がったときが低かったですね、はい、上から抑えられてしまいましたね。下がって荒木田さんのシリアとのセッターなんていうのはまだ解消されてないといいですか。そうですね、うん、高木さんも頭の痛いところですよね。あ、そうですね、はい、あ、これはワンタッチありました。サーバーはボルコア、移動したらとブロック、これは強烈です。6番のシドレンコ、完全に今のは読まれてました ね、 ましたね、はい、シドレンコはよく読みました。3対4でやります。ボルコアのサーブ、競泳の昨日までのスパイク決定率があの55打数で39本決まってますので 70.91%、 すごいですね、驚異的な記録ですね、驚異的な記録ですね、はい、その競泳のサーブ、オギエンコです。大体あのエースアタッカー、レフトのスパイカーというのはですね、はい、なかなか 70% という記録は出せないんです、はい、そうですね、あそこは2段のボールも来るし、大体 40% か 50% ぐらいなんですけどね、70% というのは脅威ですね。脅威ですね、はい、ローヘイです。ボルカーのレシーブアウト、サイドアウトです。
キューバ戦ではこのボルコが随分サーブ狙われましたですかね。そうなんですね、縦に、それから縦に攻撃されましたからね。しかしシドレンコのスパイクがアウトになりました。ポイント中国で5対3、サーバーテイビシュ、これはアウト。中国のサービスは3セットを通じまして、これで4本目でやります。サーバーはサフローノワ、両行君です。ブルコンが懸命に拾っています。同兵、これは押し勝ち、両行君の押し込み勝ちです。クンダラガと押し合いになりましたが、両行君が押し込みました。5対3でサイドアウト、サーバーは楊行君。ここはソ連は我慢しなくちゃいけないですね。あ、そうですね、はい、ここで離されてはいけません。はい、深いサーブですがアウト。中国もこのセットちょっとサーブ多いです ね、 ですね。やっぱりサーブ、ネット、コートから離れて、遠い距離から打つから結局アウトというのが多いですけれども、それにしても今日は両チームとも多いですね。多いですね、はい。ローヘイです。ブロックシャンが1位と言いますが、テイビシがまたローヘイに上げます。ローヘイ今度は決めました。ご覧いただきましょう、もう3人が続いてますね。それでもブロックをかからないで決まるんですからね。大変な選手です。これも入りました。うまいプレー。楊錫蘭です。6番の選手、海峰軍の体育学院の生徒であります。現在6対3。今度はボルコワ、1m90cm のボルコワです。この選手は静かな選手ですね。そうですね、ほとんどポイントしたとき初めて、あ、ボルコワがいたっていう感じで、あとはあんまりイメージないんですよね。あ、そうですね、はい、コートの中でもあんまり声を出さないし、はい、もう少し楽しく大きな声を出してやってもらいたいですね。あ、裏の地区に所属していました。サービスエース、楊錫蘭のサービスエースが出ました。7対3。ここでソビエトタイムアウトを取りました。グランド、これがキリアコアです。この選手は初めて見るわけですけれども、はい、これからもう少し見てみたいと分かりませんね。そうですね、はい、サーブポイントが出ました。楊錫蘭のサーブポイント、9対3になりました。今度はセッターから2、うまい。キリアコアが2で返しました。サイドアウト、2枚ですね。2枚ですね。あのプレーは彼女の得意技の一つですね。ああ、そうですか、はい、サーバーはそのセッターのクリアコア、ヘビス、クリアコアワンハンドに取りました。ボルコア、プッシュ拾います。楊錫蘭のフォープレー、2段の競泳、これはサクローの強烈なスパイクです。1m76cm、 日ソ対抗でもおなじみの選手。しかしまたその多いですね。どうしたんでしょうかね。どうしたんですかね。これで3セット続いて10本ですね。サフローノワです。25歳、キャプテンのサフローノワ。先ほどからサフローノワが頑張ってますね。あ、そうですね、はい、やはりここはキャプテンの位置でしょうかね。はい、ボルカロサーブ、競泳です。ここでソビエトはメンバーチェンジ、ボルカに変わりまして10番のシャコバロワを入れました。これはやはり守備固めですか。そうですね、はい、シャコバロワ選手はサーブレシーブもいいですからね。そうですね、はい、一方中国の方は競泳に変わりまして9番のリエンウンを入れました。サーバーはピンチサーバー、そしてリエンウン伸びるサーブです。これはいいサーブ、ダイレクト、まだ繋いでいます。これは決めました。今ローヘイがちょっと打ち損ないましたけどね。
これをうまくフォローしました。ポイントは中国で10対4。これもサーブレシーブになった。ダイレクトローヘイ、またレッドに当てました。これはラッキーでした。これも止まらせますね。はい、ここでタイムアウト、セビエトが取りました。ヨギョフン、ライトから6番のシドレンコが決めました。ポイントソビエトでやります。5対12。ただ荒木さん、そのバレーボールはリズムのゲームですから、点が入っていくとあっという間にね、重なってきますからね。はい、それがまあ1セット目もそうでしたね。あ、そうでしたですね。はい、さあ果たしてソビエトが挽回できるかどうかですが、またサーブミス。ただ不思議なんですけど、中国のチームっていうのはね、はい、こう試合見ていると知らない間にどんどん点数が入っちゃうんですね。あ、本当ですね。いつの間にかって感じなんですね。はいはい、今もういつの間にか12点ですよ。あ、そうですね。ドレンコブロックです。ヨギョウ君のブロックポイント、13対5になりました。中国のブロックはこれで荒川さん12本ですね。今日はソ連は浮かぶ取られてますね。浮かぶ取られてますね、はい、ソ連のわずかに3本です。しかし4番のキンダルラが打ち返しました。長身選手を集めておりますソビエトでありますが、大苦戦。サクローナーのサーブであります。おっと、ちょっとこれは打てません。チャンスはソビエトになりました。ダリオ君からシドレンコ、ゲームを上げています。2段とソー・ロヘイ、サクローナーインフロー、シドレンコ、クンダレバ、ブロック、両者間のブロックが決まりました。このセットは早くも5本のブロックが出ています。もう余裕しゃくしゃくです。ヨーエンの笑顔、そしてサーバーはサーブのヨーギョー君です。もう中国は余裕が出てきてますね。そうですね。やっぱりソ連がサーブレシーブが入ってないということもあって、攻撃が単調ですから、ブロックが完全に中国に生まれてますね。あ、そうですね。はい、さあヨーギョー君の落ちるサーブです。これはサーブレシーブが見られました。チャンスは中国、ローヘイです。今日は好調ローヘイ、14対5ついにマッチポイント。前衛に仁王立ちの両兵ローヘイ、さあそしてヨーギョー君のサーブであります。サーブレシーブが決められました。ヨーギョー君からストレンクはブロック、アウト。マッチポイントを逃れましたソビエト。もう少しソ連には粘ってほしいですね。粘ってほしいですね。はい、まあ1セット目のようなこともありるわけですからね。はい、サーバーは6番の19歳のヒドレンコ。これはいいサーブです。しかしローヘイのポイントプッシュです。バロガですが、とこのボールは中国になりました。移動して両円ダイレクトいきます。さあそしてローヘイ、ローヘイが最高を決めました。これで2回目のマッチポイント。前衛にゲームが上がってまいりましたので、8番の競泳が戻りました。さあ2回目のマッチポイント、サーバーはローヘイです。バロはよく拾いました。さあそして競泳決めるか、懸命にソビエトが拾っています。チャコバロはあっとタッチネット、チャコバロにタッチネットがありました。試合終了です。第1セット16対14、第2セット15対2、第3セット15対5。さすがに強い中国、セットカウント3対0、ストレートでソビエトを下しておりまして、これで4連勝であります。ソビエトは2勝2敗となりました。いやー、さすがに荒木さん強いですね。強いですね。まあ、ソ連が調子が悪いということもありましたけれども、こんなに簡単にやられるとは思わなかったですね。あ、そうですね。はい、まあ、キューバの首脳陣がですね、はい、ちょうど今中国コートの後ろの方で観戦をしておりますが、そうですね、とにかくこれでいよいよ中国、日本、キューバ、この三強の争いというのが面白くなってまいりました。はい、そういう意味でも明日の日本とソ連は楽しみですね。あ、そうですね。はい、
を原平優斗さんの解説でお送りしてまいりました。中国ソビエト戦、ご覧いただきましたようにセットカウント3対0、まさに中国強しという感じで4勝目を挙げております。原平さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。